ヨハネの目視録は、新約聖書の最後に配された聖典であり、新約聖書の中で唯一予言書的性格を持つ書である。ヨハネの目視録は、単に、目視録あるいは、ヨハネによる、目視録、新学者聖ヨアンの目視録、使徒聖ヨハネ目視録、ヨハネへの啓示とも言われる。タイトルの、目視とはギリシア語のアポカリウプシスのわけであり、 カッパアルファラムダパイタウオメガに、窃盗時のパイが組み合わさったパイ、カッパアルファラムダパイタウオメガという動詞に、シグマイオタという抽象名詞を作る設備字がついた複合語である。英語では、リベレーションといい、上記と同義のラテン語であるレベラシオに由来する。目視録は、キリスト教徒の間でも、その解釈と聖典への受け入れをめぐって、多くの論議を呼び起こしてきた書き物である。 ヨハネの目視録は2世紀に書かれたと言われているムラトリ聖典目録に含まれており、西暦397年に開催されたカルタ語会議ではヨハネの目視録を含む27文書が聖典として認められた。旧約、新約を通しても目視録は聖書の中で最もその扱いが議論されている。聖書自身の自己証言による伝統的な理解では、 ヨハネによる、福音二ヨハネの手紙1.2、3、ヨハネの目視録の著者をすべて使徒ヨハネであると考えて、きた。西暦二世紀のパピアスは、この書を使徒の作とみなしていた。二世紀の殉教者ユスティヌスは、辞書ユダヤ人トリュフォンとの対話の中で、キリストの使徒の一人で、なおヨハネという、ある人が、私たちと共にいた。彼は、 自分の受けた啓示によって予言をしたと述べている。エーレナイオスは2世紀末及び3世紀初頭のアレクサンドリアのクレメンスやテルトゥリアヌスと同様、死とヨハネがその筆者であることを述べている。3世紀の聖書学者であるオリゲネスはこう述べている。私はイエスの胸に寄りかかったヨハネについて語っているが、彼は一つの福音書を残した。彼はまた、目視録をも記した。 さらに、目視録の著者は、自らを、下辺ヨハネと称し、神の言葉とイエスの証しとのゆえに、パトモスという島にいたと記しているが、これは、伝承による死と、ヨハネの晩年の境遇と一致する。また、新約聖書において、小羊という言葉を、キリストの象徴として用いているのは、ヨハネの目視録と、ヨハネによる、福音書だけである。一方で、著者、 ヨハネに関しても、ほとんど知られていないとし、3世紀には、文体上の違いに着目し、ヨハネの目視録は、使徒以外の、違うヨハネの筆であることを指摘する議論があったことを、教会史家エウセビオスは伝えている。また、目視録における、終末理解と、ヨハネによる、福音書の著者の終末理解には大きな隔たりがある。 ことを指摘する学者もおり、現代の聖書学者でこの説を支持しない者もいる。だが、福音書の記事は、イエス在世中の出来事であり、目視録は、イエス復活後数十年を経ての週末に関する、新たな掲示を記した記録であるので、そこに何らかの差異があっても、不自然ではない。四世紀には、東方で、キングチー・ヨアンと他の主教たちの間で、 目視録の聖書聖典収録に関しての議論が巻き起こった。理由は、目視録が難解であるため、その表現を都合よく解釈して悪用されることを恐れたためである。シリアのキリスト教徒の間においても、目視録は、モンタノス派が自らの正当化に利用したため排斥された。旧世紀には、 コンスタンティノープル総主教にケフォロス一世がその著書の中でヨハネの目視録をペトロの目視録とともに神聖に疑問のある書物であるとしている。最終的には中世末期、聖教会でも聖典に加えられはしたものの聖書の中で唯一方針例で朗読されることのない書となっている。 伝統的に、目視録の成立は、ドミティアヌステージ代の期限96年周辺であると考えられてきたが、聖書学者の中には、ネロテ時代の69年頃と考える者も,もいる。前者の説の有力な傍証とされるのは202年に死去したエーレナイオスの著書、イタンハンバク五感30における証言である。エーレナイオスは、著者ヨハネと会ったという人物から、 目視録の執筆は、というのは、それが登場したのはあまり前のことではなく、ほとんど我々の時代、トミティアヌスの知性の終わり頃のことであるという証言を直接聞いたと記す。さらに96年成立説を有力なものとするのは、目視録に小アジアにおける迫害というテーマが含まれていることである。メロテのキリスト教徒迫害は、 ローマ周辺に止まっていたため、小アジアでも迫害が行われた、ドミティアヌステージ代の成立の方が、はるかに辻褄が合うということになる。ヨハネの目視録は、古代キリスト教の小アジアにおける七つの主要な、教会に当てられる書簡という形をとっている。七つの教会とは、エフェソススミルナペルガモンディアティラサルディスフィラデルフィア、ラオディキュアである。文中では、著者自ら、 ヨハネと名乗り、週末において起こるであろう、出来事の幻を見たと語る。目視録は、以下のような構成となっている。諸言はじめの言葉七つの教会への挨拶ヨハネへの、啓示が示された、天末七つの教会へのメッセージエペソ教会、偽りを知りけたが、愛から離れたスミルナ教会、貧しいが飛んでいる。死に至るまで忠実であれ。 ペルガモ教会、サタンの王座がある場所で忠実に明かししているが、ニコライ派の教えを悔い改めよ。テアテラ教会、愛、奉仕、信仰、忍耐を知っているが、イゼベルという女の好き勝手にさせている。サルデス教会、死んでいる。目を覚まして悔い改めよ。フィラデルフィア教会、門を開く。見言葉に従い、名を否まず、力があった。ラオデキア教会、 冷たいか、熱くあれ。門の外に立って叩く神の玉座天における礼拝と、小羊の登場神の餃座に登れ聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、小羊だけが封印を解くことのできる彼らは、賛美を捧げる小羊が七つの封印を開封する、第一の封印、白い馬。勝利の上に、さらに勝利を得ようとして出ていく、第二の封印、火のように、赤い馬。 戦争をもたらす、第三の封印、黒い馬。飢饉をもたらす、第四の封印、青ざめた馬。死をもたらす、第五の封印、殉教者が、地の復讐を求める、第六の封印、地震と天才神の刻印を押された、イスラエルのコラダイ観南を通り、子羊の地で洗った白い衣を着た、大群衆第七の封印、しばらく沈黙があり、 祈りが捧げられる七人の天使がラッパを吹く。第一のラッパ、地上の三分の一、木々の三分の一、すべての青草が焼ける。第二のラッパ、海の三分の一が地になり、海の生物の三分の一が死ぬ。第三のラッパ、苦よヨモギという星が落ちて、川の三分の一が苦くなり、人が死ぬ。第四のラッパ、太陽、月、星の三分の一が暗くなる。 第5のラッパ、稲子が額に、神の刻印がない人を5ヶ月苦しめる。第6のラッパ、4人の天使が、人間の3分の1を殺した。生き残った人間は相変わらず悪霊、金、銀、銅、石の偶像を拝んだ天使に渡された、小さな巻物を食べた。腹には苦いが、口には甘い二人の商人が殺されるが生き返る。第7のラッパ、 この世の国は我らの主メシアのものとなった。天の神殿が開かれ、契約の箱が見える。天の戦い、地における獣の増大、地の借り入れ音を見た。太陽を着て、月を踏み、十二の星を被る天で、戦いが起こった。サタンが、地に投げ落とされる赤い竜が神の民を迫害する。獣が神の民と戦うために、海の中から登ってくる。命の書に、 名が記されていないものはこれを拝む獣が、地から登ってくる。獣の刻印をつけるエルサレムのシオンの山の子羊三人の、天使が裁きを宣言する鎌が、地に投げ入れられる最後の七つの災い神の怒りが、極みに達する七人の天使が神の怒りの満ちた七つの、蜂を受け取る。神の怒りを地にぶちまける、第一の蜂、獣の印をつけるもの。 獣の像を拝む者に悪性の腫れ物ができる。第二の八海が死人の地のようになって、海の生物がみんな死ぬ。第三の八水が地に変わる。第四の八人間が太陽の火で焼かれる。それでも神を冒涜し、悔い改めない。第五の八獣の国が闇に覆われる。激しい苦痛第六の八印を行う三匹の悪霊。 ハルマゲドンに王を集める、第七の八、王子新島の山も消える、大インプの裁きとバビロンの滅亡大インプが裁かれる、バビロンの滅亡人々が、バビロンの滅亡を嘆くきべ。バビロンが完全に滅びる天における礼拝子羊の、婚礼大群衆が神を賛美する、子羊の婚宴、キリストの千年の統治の開始、サタンと人々の裁き信徒の上に君臨される方、 白い馬に乗った方の名は、誠実、真実、地に染まった服を着る、神の言葉、王の王、主の主。獣と偽予言者が火の池に投げ込まれる千年、王国サタンは、底知れぬところに封印されるが、その後しばらく自由の身となる殉教者と、獣の像を拝まず、獣の刻印を受けなかった者が復活して、千年間統治、する。 千年王国の後サタンが一時的に解放されて、神の民と戦うが、滅ぼされるサタンが、獣や偽予言者もいる人用の池に投げ込まれて、永遠に苦しむ最後の裁き、命の書に、名がないものがすべて火の池に投げ込まれる。新天新地新しい天と、新しい地最初の天と地は去った。神が人と共に住み、涙を拭われる、死もなく、悲しみもない。 そこには、命の書に、名が書かれているものだけが入ることができる。新しいエルサレムの説明神と子羊の玉座から、命の水の川が流れる全体の結び、イエス・キリストのサイリン警告、この書物に付け加えるものには、災害が加えられ、取り除くものからは、命の木と、聖なるとから受ける分が取り上げられる。ベリー校の糸も豪華なる、自動書に描かれた。 パトモス島の福音書記者、ヨハネの図王座の周りを4人の主天使が囲み、純粋を表す白いローブに身を包む24人の長老が両側に座る。彼らは金の冠を頭に被っている。目視録では24人の長老の正体を明示してはいないが、伝統的にヤコブの12人の息子とイエスの12人の使徒とされていた。 ヨハネの目視録には、ヨハネは、神の言葉とイエスキリストの証、すなわち、自分の見たすべてのことを証した、イエスの証は予言の例なのだ、と記されている。この言葉は、福音書の、人の子に言い逆らう者は許される。しかし、精霊に言い逆らう者は、この世でも後の世でも許されることがない、父が私の名によってお使わしになる精霊、とこうしており、 ヨハネの目視録自体が福音書に記されている、精霊であることを示している。また、解釈をしようとすると、これに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災いをそのものに付け加えると記されており、簡単に解釈するわけにもいかない。しかし、この言葉は、逆に、この書に書かれている災いを自ら受ける覚悟を持てば、解釈も許されるという意味ともなる。 では、この災いとは何か、個人として受ける災いは、人用の燃える池であり、ここに入るのを覚悟しさえすれば、解釈することも可能である。つまり、解釈するためには、実際にこの人用の燃える池に飛び込むしかない。目視録は、歴史の中で様々に論じられてきた。特に、聖書の中でもここにしか現れない、千年王国論の、 特殊性への賛否やキリストの再臨の解釈をめぐって多くの議論を巻き起こした。しかし、歴史の中で現れた多くの解釈をまとめると予言書、文学、普遍的イメージの三つの見方に集約することができるとする立場もある。この見方は、目視録をダニエル書などの流れにある終末予言の一つであるとして、 未来の事柄についても語られた終末予言書と見る見方である。マルティン・ルターラ歴史的なプロテスタントの目視録理解は歴史主義解釈というもので起こっていない未来の出来事を予言として与えられたという見方である。この立場では未来にキリスト教の教理であるイエス・キリストの再臨、人間の体の復活、最後の審判、天国あるいは地獄への裁き、 新典新地の到来があると信じられている。この見方では、目視録は、紀元前2世紀以降のユダヤ教で起こった、終末思想とそれに従って書かれた、ダニエル書などの一連の目視文学の影響を受けた、キリスト教的目視文学であると解釈する。この見方が18世紀以降、自由主義神学の高等批評を受け入れる研究者の中では、主流となっている。 この解釈に沿って見ていくと、目視録が、ダニエル書などの一連の目視文学と同じ、幻のうちに受ける啓示、歴史区分の提示、神の完全な支配の実現などのパターンに沿って書かれているということがよくわかるとされる。この立場の学者は、レンスキー、ナイルズである。ルドルフ・ブルートマンの非神話化では、イエス・キリストの来臨は、すでに起こったこととされている。 20世紀以降、目視録を、善と悪の対立を呼び、善の最終的な勝利という普遍的テーマを、著者のイマジネーションによって自由に、イメージ化した作品という解釈が現れた。他にも、著者ヨハネが、死に瀕した苦痛を和らげるため天然麻薬である、苦い重ぎを吸い、それによって見た幻覚であるという説もあるが、 この説は正式な学問的確証に基づいたものでないため、聖書学者たちに受け入れられたことはない。幻覚説を除けば、三つの説はいずれも、排他的なものでなく、どれか一つを取れば、他の二つは間違いであるといった性質のものではないと、する立場もあるが、一般に、現代のリベラルな教派の間では、第二の、 文学類型的解釈が主流で未来に起こることが予言として与えられていると考えるものは少ない。過去主義者の解釈では、目視録が一世紀の終わりに起きた大迫害を予言していたという見方があるが、ヨハネがこの書を書いたのが一世紀の後半だと考える立場からは当然に支持されない。過去主義者の体系的記述は、イエズス会修道士アルカザールのもので、 宗教改革者が、ローマカトリックを大インプバビロンとみなしたため、それを否定するために編み出されたものであるが、その後に予言を否定するリベラルなウィリアム・ラムゼー、シェーラー・マシューズによって主張されている。ただし、プロテスタントの信仰告白では、ウェストミンスター信仰告白にも、未来に起こる事柄である再臨と最後の審判の根拠の聖句として挙げられている。今日でも、 歴史的なキリスト教終末論の理解からは、使徒ヨハネが神の啓示を受けたと信じられている。目視録の中には様々なイメージが現れ、歴史の中で多くの芸術家にモチーフを提供してきた。文学類型的解釈の立場に立つ学者たちは、目視録のイメージを歴史的事実や歴史上の人物などに当てはめることで解釈しようとしてきた。 例えば十三章に現れる竜に権威を与えられた海からの獣は強大な力を持ってキリスト教に対抗するものということでローマ帝国もしくはローマ皇帝であると考えられるその獣が持つ七つの頭はアウグストゥス以来の七人のローマ皇帝に当てはめて解釈される十三章十八節に現れる第二位の獣に従うものに押された 六百六十六という数字は、数秘術ゲマトリアで、獣の数字と呼ばれ、皇帝ネロを表すとよく言われるが、これに対しては、数が合わないという異論もある。写本によっては六百十六と書かれているものがある、ことは、古くから知られている。また、十六章十六節に現れる、ハルマゲドンという言葉に関しては、本来の意味が知られずにおどろおどろしいイメージだけが、 一人歩きしている感があるが、メギドの丘という解釈が主流である。目視録の中では、神との戦いに備えて汚れた霊が王たちを集める場所を指す名称である。メギドは北イスラエルの地名で、戦略上の要衝であったため、古来より幾度も決戦の地となった。このことから、メギドの丘という言葉が、この箇所で用いられたと考えられている。 ありがとうございます。